小野です。あ、星谷です。さあ今日も行きましょうか。 YouTube コメント欄から質問いただきました。いつも参考にさせてもらっています。僕は現在15歳で最近予備校に通い始めました。絵を描くのはずっと好きで、大学は東京芸大に行きたいと思っています。そこで質問なのですが、東京芸大はかなりの絵の実力が必要で、プラス勉強も必要と聞いています。はい、勉強はどれくらいできた方がいいのでしょうか。絵の練習は今すごい頑張っているのですが、勉強の面も必要であればもっとやっていきたいと思っています。はい、といった質問なんで、今日は学科の星谷先生に来てもらっておりますが、よろしくお願いします。15歳、はい、絵を描くので芸大に行きたいんだけれども、勉強はどれくらいできた方がいいのかという質問なんですが、これってどうなんですか。そうですね、まず芸大が、はい、どんなふうに、うん、センター試験の結果を使ってるかっていうのをはっきり言っていないというのがあります。具体的に言うと、はい、入学要項で、はい、総合的に判定し合否を決定するっていう言い方をしててそうですね、はい、合計点であるのかないのかっていうのも、はい、グレーにしてるっていうのが、これ話ちょっと足すと、はい、国公立大学の中でも、はい、すごくレアで、そうなんですか。そうなんですよ。他の国公立 の、 その芸術大学、五芸大ってありますよね、はい、とかは合計点の比率を公表してます。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ。あ、芸大だけなんですか。東京芸術大学だけなんですか。はい、僕の知る限りで言うとそうだと思います。へえ。で、なので、はい、どのくらい必要かっていうのは分からないんですけども、はい、もちろん総合的に判定するその材料になっているので、はい、勉強自体はした方がいいと思うんですね、はいはいはい、ただやっぱりその実技を伸ばすのに時間がかかるん で、 そうです、ね、いかにこう少ない時間で、うん、やるかっていうのが結構大事で、はい、2つアドバイスがあるんですけど、はい、1つは、はい、3つ3科目だっていうのが、はい、現在の、はいはい、例えば多くの科の、そうです、そうです、多くの科のですね、国語、はい、国語、英語、あと他何でもいいよっていう選択、はいはい、お茶の水美術学院ではセンター試験の外国語対策として英語の授業を行っているので英語について話していますが、センター試験では外国語として英語以外の選択肢もあります。なので、要するに国語と英語を、うん、やるっていうのは、うん、基本的に固いっていうか、はいはいはい、まあ、選択肢がないんで、はい、それをコツコツやるのがまずいいんじゃないかなっていうのがあります、うん、その2つを中心にしっかり国語、はい、英語やりましょうと、はい、で、次に、2つ目のアドバイスなんですけど、はい、その3つ目のものっていうのを、はい、3科目目、はいはい、勉強するんじゃなくて種類を知った方がいいっていう、探した方がいいと思うんですね。どういうことですか。つまり、芸大の受験っていうのが、はい、センター試験って膨大な量の試験があるんですね。いろんな種類の試験があって、はい、そうですね、はい、科目と実際そのない複数の科目の中にまたいろんな、はい、試験があるんで、はい、その中から有利なものが1個ぐらいあるかもしれない。勉強がすごく楽で、短い時間で、なおかつ得点が取れるようなものっていうそんなあるんですかね。ちょっと今年の今見てないんですけど、はい、通年までは例えば会計簿記とか、会計簿記3教科目の指定に含まれてたんで例えば、あ、私簿記できるみたいな、たまたま簿記やってたみたいな、やってる人ですよね、まあ、例えばそういうのがそういうのがあった場合、何かが得意、はい、まあ、そうですね。
だから例えばそういうあのやってたっていうケースだけじゃなくて、はい、実際よく調べてみると、はい、あの自分にとって短い時間で勉強できるものっていうのが あるかもしれないっていう。だからあのセンターに向けていろんなことやらなきゃいけないっていうよりも、うん、あの1個見つけさえすれば、うん、あと国語と英語をやればいいだけなんで、なんかよく探すっていうのが大事かな。なるほど、心理的な壁がないものを選んでいこうみたいな。あ、そうですそうですそうです。あの、はい、勉強のしやすさっていうのが大事だぞと。はい、そう思います。あ、なるほどね、わかります。はい、あの他の国公立大学、つまり美術系以外の大学っていうのは、はい、必ず特色があるんで、うん、こういうものをやってほしいっていう指定が あるんですね。あるんですか。3教科なり5教科なり、あのそれあの7とか11でも、はい、あのあるんですけど、はい、あのそういう指定が要するに国語と英語さえやってくれれば、はい、あのあとは何でもいいっていう指定なんで、あのすごく選びたい放題選べると思うんですね。だからその点をあのきちんとあの選んでみるっていうか、すごく選ぶことにエネルギーを投じてみると、はい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 、すごくなんかやりやすいものが、はい、あの1個見つかるかもしれない。なるほど。それは科目選びっていうことなんですけど、その、はい、勉強のなんていうか量というか、はい、その実技やりますよね、はい、でもほとんど実技じゃないですか。そうですね。その中でこうどう工夫していくかみたいのは何かアドバイスあります？すごくあの究極のっていうかあの究極そう、はい、やるとは難しいのは分かるんですけど、はい、あの同じ日に実技やった日に学科もやるのが、はい、まあ、コツで。なるほど、はい、今日学科の勉強の日みたいなことにしないで、はい、実技をやったら学科もやるぞと。はい、あのなんか思いつきであの話なんですけど、はい、例えばあのラブレター書くとかでも、あの1行書けばなんか次どう続けるかとか、その1行がいいかとかってなんか多分分かると思うんですよ。あのなんか例え全然悪いんですけど。書いたことあるんですか？いや、ごめんなさい、あの聞きます。すいません。はい、であのそういう感じで、はい、なんかそのやると大変だなって思うことも、あのその場であのなんていうかしっかり、なるほど、ちょっとでもやると、うん、あのいいやり方とか思いついたりするんで。そうですね。だからあの後ろに置かないっていうのもそうなんですけど、とにかくあの本当に実技やったら、はい、何かしらやると、うん、次は同じぐらいの何をやればいいんだろうっていうことも考えられるし、うん、あのやることによってあの考えがよりなんていうかクリアになる面ってあると思うんで。じゃあ毎日実技やってるんだったら毎日学科をやろうみたいなことですね。はい、あの短くてもですけど、例えば6時間実技があったら、そのうちのあその後の例えばもう30分でもいいからやれば、はい、もうめちゃくちゃそうです。はい、30分偉いです。それだけでも全然違うぞと。はい、例えば6日間実技やって1日学科はダメよと。はい、あのやる場合でもやっぱほんの少しでもその毎日入れてまとめてやった方が、あの絶対その質が吟味されるんで、あのちょっとでもやっぱりその同じ日に手つけておくのがすごい有効だと思います。まあ毎日実技やるのはその毎日やるから実技力が上がるっていうことですもんね。あ、まあ、そうだと思います。学科も同じだってことですよね。はい、どんなに短くても毎日やっていけばそれなりにこう積み上がっていくと。そうですね、はい、間違いない、その通りだと思います。わかります。大体の人がなんかこうセンター試験の前にちょっと頑張ろう 今頑張っとこうみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そうですね。そうじゃなくてその、習慣化させる。そうですね。どんなに短くても習慣として身につける。それは学科だろうと実技だろうと同じですよと、うん、でもその実技要件が高いんでやるべきメインは実技なんだけれども、もう学科も習慣化させていくといいでしょうと、はい、いうことですかね。はい、あとこの質問に対して、はい、あのもっとやっていきたいっていうふうに書いていて、はい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 、あのなんていうか何をやるかっていう質問も、はい、あの基本的に答えた方がいいと思うんですけど、はい、あのやるセンターの場合はすごくはっきりしてて、はい、あの教科書です。教科書、はい、センター試験のその本質が教科書試験なので、英語の教科書、はい、
国語の教科書、はい、選択した教科の教科書、はい、まあ、あの学年によってテキストが違うとかもあるんですけど、あの原則的にはそのちょっといろいろあるんですよ、コミュニケーションとか、はい、あのあるんですけど、その範囲を、はい、あの逸脱しないものでなければならないっていう、逸脱、あのそのセンター試験の内容が、はいはいはい、その高校で教える範囲を逸脱しないっていうのがあの彼らにとっての法なんで、あの教科書をきちんと理解するっていうことができると、うん、その何が問われてるかっていうのが、うん、あのはっきり分かるようになると思うんで、うん、あの英語と国語はやっぱそこがちょっと曖昧なんで、なるほど、余計に意識しづらいんですけど、はい、あのセンターは教科書試験なんで、はい、教科書をまず当たってそこで問われてる内容とか何がポイントなんだってことを理解してから、うん、あの試験の勉強するのがすごく大事で、はい、あのだから15歳ってもう高校生ですよね。そうですね。あのなので高校の教科書をすごく親しんで、あのすごくよく読んで、あの読み続けていけばそれがそのままあのセンター試験の対策に必ずなるんで、はあ、あのそういうつなぎをあのつけるのにすごくあの教科書は有効ですね。なるほど。そんなとこですか。はいはい。いい話聞きましたね。実技をやった日は学科もやろうだそうです。これ大事ですね。本当大事です。はい、YouTube コメント欄質問待っております。ぜひぜひお願いします。今日は以上になります。じゃあまた次回です。じゃあね。